はい、朝のシータック、シアトルタコマインターナショナルエアポートです。首になんかつけて準備中の人がいます。セキュリティチェック入って、今これからいつもはワジーってとこに行くんですけど、今日はラウンジに行きたいと思います。まだ朝が早いから開いてない店が、うん、本当だね。今何時？5時27分。今日は早いよね、うん、ここだよ、ここアメリカンエクスプレスのセンチュリオンラウンジ。くまみマウントレーニアがすごい綺麗に見えるんだけど、ラテ取ってきて、食べるものちょっとだけ取ってきました、うん、あ、結構いろいろ食べるものあるよね、うんうん、だんだん外明るくなってきました。おはようございます、はるきです。おはようございます、あかりです。今日はちょっと一人あんまり声が出なくなってます。なんです、すいません、風邪ひいちゃって。これから三ノ瀬に行きます。今日はアラスカの飛行機に乗っていきます。今日はすごくお天気がいいです。はい、着席しました。もう少しで出発になります。いつも乗る飛行機よりもちょっとなんか大きいなと思ったら、やっぱり違う飛行機ですね。 A320 です。席も全体的に広い感じがしますね。はい、サンノゼ空港到着しました。ここはね、飛行機の発着数結構あると思うんですけども、割とターミナル自体はコンパクトでね、新しいんです。レンタカーとかも歩いてそのまま行けるんで、すごく便利で使いやすい空港です。ちょうどぴったり出てきた。はい、それじゃあこれからレンタカー取りに行きます。このなんか空気の匂いがあれだね、カリフォルニアだね、うん、いつも日差しが全然違う、うん、いつも感じるけど、うん、暑い、全く長袖は必要ない。暑いね。トラック借りる。じゃあ絞れしかない、絞れかトラックか、はい、この絞れの車借ります。はい、最初から予約してあるんで、あとメンバーなんでカウンターとか行く必要全然ないです。でこのまま車に乗って出口で免許証を見せると終わりです。はい、アップルパークビジターセンター到着しました。なんかあのアップルパークの丸い建物の外側の方にあるんだね、うん、アップルパークビジターセンターに来てみました。すごく天気がいいね、うん、気持ちいいね。この後ろの方、こっち側にアップルの本社のアップルパークのあのビルがあります。
そこからちょっと道路を挟んだ向かい側にあるんだね、うん、これがアップルビジターサービスって言っていろんなもの売ってるんでしょ。ここにあります。観光客の人がすごいたくさん来てる、うん、日差しがすごい。全然違うね、うん、日差しが強いね。やっぱりカリフォルニアだよねこれね、うん、カフェテリアみたいカフェみたいになってるところ。中すごい広いです、うん、なんか T シャツとか売ってたら買おうかと思ったんだけど、ほらほら T シャツとか売ってるよ。T シャツがたくさん並んでます。いくらって書いてある？40ドルだっけ。どっちがいいかな。あの丸い円のやつがいいんじゃない。やっぱりどこで買うかな。アップルパーク T シャツっていうの買いました。黒に丸いなんか虹色の円になってアップルのあの本社ビルの形になってるやつで、なんかみんな持ってるね。あれ何 iPad かな持ってんだよね。あーなんかあれだ VR みたいになって体験できるんだきっとね。あれあーそうだね、うん、やってみる。やりたい。中入ってみる。うん、映るようになってるんだ中が。この本社の中がさ、メインオフィスの中がこのさ、iPad で見れるようになってるの。すごくない？すごいハイテク。Thank you so much. Just a moment to load. Okay. Once the camera opens, okay. It'll read the model. Okay. You can tap anywhere to get started. Yeah, let's swipe up to see something. Wow, すごいね。オフィスの中が模型みたいになって見えるよね、うん、実際にここにあるの。ここがアップルのビジターセンターです。そう、なんか自分たちが映っちゃってる、うん、ここにいるのが私たち、うん、ここにいる人が。はい、ここシアターです。これがスティーブ・ジョブズ・シアター。うん、すごいね。建物も立派だよねこれ、うん、全部がガラスになってる、うん、これがなんかウィンチェスターハウスってやつです。ライフル銃かなんかのメーカーですね。あれを始めた人のマンションです。ウィンチェスターミステリーハウスって書いてある。ウェストフィールドバレーフェアというモールです。はい、ウェストフィールドバレーフェアという大きいモールに来ました。ここで昼ご飯食べようと思います。はい、行ってみましょう。ラーメン屋でもものすごい行列。そうだね、ラーメン屋さん流行ってるんだよねアメリカで。うん、すごい行列だ。すごい行列。こっち側ノードストロム、うん、ここにディレクトリーって書いてあるね。マイクロソフトストアのね。本当だ。これフードコートだね、きっとね、うん、ダイニングテラスって。この辺でしょ、うん、
今ここだからちょっと行って左行ったとこ。あ、ディンタイフォンだ。ほら、ディンタイフォン。この森何でも入ってるね。本当だね。はい、じゃあフードコートに到着しました。何食べるかな。あそこにシャークジャパンって書いてある。外にも食べるとこ。ナイス。ここはピザ屋。ポッキ丼。ポッキ丼だ。すごいね。内容だけだけど切った。大きいね、サイズがね、どれもね。寿司だけど、すごい寿司だよ、これ。わぁ、すごい。見てよ。ロールなんだと思う、多分。何でもぶち込んでるっていう感じ。買ってみる？うん、いいよ。これしてみるか、じゃあ。どれが美味しいかな？どれが美味しいってわ、すごいのばっかりだけど。スモークランチっていうのがスリミークラブ、ゲイシャズキスっていうのがイエローフィンツナ、あとラテン忍者っていうのがサーモンポキ。どれにする？すごいのばっかりだね。でもゲイシャズキスっていうのがいいんじゃない？ピクルドキューカンバーズって入ってるけど、なんあれってピクルスが入ってるの？それからなんかキュウリがなんかつけてるのかな。ピクルドキューカンバーだから本当のピクルスじゃない？多分その辺見ればわかる、うん、エビの天ぷらとかが入ってるのどれだろう。プラスアドシュリンプ天ぷらで2ドルね。スモークランチ、うん、ミニっていうのってレギュラーってみたいな。どっちがいい？ミニでいいか、うん、あのなんかすごい全部入りのゲイシャズキスっていうのがいいよ。Okay. ゲイシャーズキスのミニ、okay. すごいアメリカンな寿司を注文してみま す, すごい、ね、どういうのが出るできるか。 Can I get one mini ゲイシャーズキス? Yes. Just for here.なんか寿司ブリトーって書いてあったね、うん、これミニって言ったけどすごく大きいレギュラーとミニの違いどこなんだろうね。わかんない、すごい大きい。でもこれ結構美味しい、うん、みんな食べたりもありますから。うまい人も隣の人もこれ多分日本人じゃ食べないと思う。注文しないと思う。食いたいって書いてあった。結構美味しいですね、うん、結構美味しいです、うん、中にさポテトチップみたいなの砕いて入れてたりとかして。そうそうそう、あのさいつも言ってるさ、なんだっけあのさつまいもの、そう、キュアの、うん、そう、あれと同じものだと思う。はい、追加はポークタコ。ものすごいこれちっちゃいです。$3.50。やっぱり値段だけあるね。じゃあ昼ご飯終わりました。それじゃあこれからサンフランシスコの方にでも行くか。うん、行ってみよう。
なんだ